チャンネル登録お待ちしております。本日の地味なポジ要素は足立ナイスバント平野すごいやんでございます。足立のバントに関してはね、先制点を取った前の打席でノーアウト一塁二塁ランナーが正隆と T さんだったんですけども、あれかなり難しかったと思います。やっぱランナーのね、ところを考えるとすごく難しかったんですけども、あれは当たり前のようにね去ってやるのがやっぱり素晴らしかったかなというふうに思います。平野に関してはやっぱりですね、あのメンタル、鋼のメンタルというか、あの状況でねストライクをバシバシ取っていく、やっぱりもう君臨してるなと、あーリーグでもこうかなりこう屈指のクローザーになりつつあるなというふうに思っております。次戦の注目選手はですね引き続き T 岡田でございます。やっぱりねセリーグに相性がいいので、交流戦首位に向けてですねやっぱり T さんが鍵になってくるのかなというふうに思っております。本日の動画は以上となります。チャンネル登録お待ちしております。